第21回頑張り手塚さん始めたいと思います。いやー、秋ですね。もう秋も深まり、もう思った以上に秋だなと思っているんですけれども、さて今日は何の日でしょうか。そうです、ハロウィン、10月31日ハロウィンということで、今日のテーマはこれ。せーの、予算500円で手塚さんが仮装したらどうなる。はい、ということでですね、リンカーンっていう番組、以前あった中でですね、1000円で仮装するというコーナーが、あって、めちゃくちゃ面白かったんですよ。はい、ということでですね、手塚さん仮装なんてしたことないんですけれども、まともにハロウィンというものを楽しんだことがないんですけれども、今日も一人なんですけれども、予算500円プラス税で僕は仮装してみたいと思います。みんなのヒーロー、あれになるぞ。行くぜ、変身。とどうも、アトムです。手塚先生の大名作のアトムです。はい、ということでですね、よく考えたら僕アトム見たことないってことに気づきました。はい、ということで声のモノマネとか一切できないんですけれども、今日はですね、ハロウィンということですね、僕はね、アトムをやってますよ。アトムを結構ね、ディティールにこだわってますからね。ディティールに見てください、この足、この炎の飛んでる感じとかね、出してみたりとかですね、足はこうベルトを使ってしっかりと巻き上げて、パンツに関しては普通のパンツですが、このお腹のこの緑のテープめっちゃ痛いんですよ。はい、ということで目の髪に関してはですね、家にあったということでちょっとオーバーしてしまったんですけれども、許してください。はい、ということでですね、初めての仮装なんですけれども、500円だとね、もう脱ぐしかないなっていうことに気づきました。けど頑張れ手塚さんということですね、ぜひ手塚先生のキャラクターを演じることができて僕は大満足でございますけれども、ね、意外とクオリティ高いなっていう印象を持ってるんですけどもね、皆さんいかがでしょうか。ということでちょっと今日はテンション高めにですね、やらせていただいたんですけれども、皆さんもね、演じるというか、こうなりたい自分になろうよというところで、曲も終わったので僕もこの辺で終わりにしたいと思います。では皆さんも素敵なハロウィンを、そして素敵な秋をお過ごしください。また会いましょう。ハッピーハロウィン、トリックアトリート、バイバイ。